まずは今日もすごく悔しいです。勝った時のコメントしか考えてなかったので申し訳ありません。ですが悔しい気持ちと同時に誇らしい気持ちもあります。今マークの後ろにいる選手たち、チームスタッフ、クラブスタッフ、本当に1秒も手を抜かずに今シーズン戦ってきました。それを皆さんが支えてくれたことに本当に感謝を申し上げます。クラブを代表して皆さんに心からの感謝を申し上げたいと思います。スポンサーの皆様、岡山県をはじめとする岡山市県内の行政の方々、そしてファンサポーターの皆様、2022年シーズンたくさんの応援とご支援をいただいたことに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。全力で戦ってきた、まだその先に我々には夢をつかむチャンスがまだ残っています。残り4試合、全力で